間薫、プレミア開幕節のベストイレブンに選出。ブライトンの日本代表フォワード三笘薫が BBC の週刊ベストイレブンに選出された。ブライトンはプレミアリーグ第1節でエバートンと対戦。先発出場した三笘は25分にクロスに合わせて先制点を記録。後半にもチェイシングから相手ディフェンダーの退場を誘発するプレーもあり、3連の解消に大きく貢献していた。すると、BBC では解説者トロイ・ディーニーが三笘をベストイレブンの一人に選出。エバートン戦での彼のプレーは冗談のように思えたので、4-3-3の10番として配置する。ピッチ上で圧倒的に最高の選手だったと評価している。三笘さん完全復活。このメンツの中に三笘がいる凄さ。開幕100点やったこの調子でお願いします。怪我がなければ今頃ビッグクラブだったのかな。サイドじゃなく中で選ばれてますね。面白い。右サイドからの速い折り返しをファーサイドでドカンだもんな。ドリブルだけじゃないよな。三笘はフォワード枠のベスト11にすべき活躍。トップ下はともかく薫のインサイドハーフはありだと思うんだよな。まだまだ7割ってとこだろうけど、日本でやった親善試合に比べたらコンディション上がってて安心した。怪我前よりもゴリゴリドリブルが増えてゴールに向けての積極性もある気がする。これは2桁ゴール狙えるでしょう。縦からの左足クロスはかなり練習してきたんだろうね。怪我なくシーズン通しての活躍を期待したい。三笘の最大の武器はドリブルなのは言うまでもないけど、今シーズンはやっぱりゴールに期待したい。自分で剥がすところと中で点を取るところ、チャンスメイクと結果が両方出せれば自然とビッグクラブの道が見えると思う。年齢的にも今シーズンは特に重要。1年間怪我をせずに活躍してビッグクラブもしくはメガクラブへの階段を上がってほしい。この一年で名実ともにビッグクラブ移籍や